見事 S 級優勝を飾りました高橋慎也選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございました。まずは率直な今のお気持ち聞かせてください。そうですね、もう1年優勝なかったんでもう嬉しいです。今日は番手が3となったんですが3番手からまくっていきました。強かったですね。いやもう先輩方に優勝するように頑張れって言われたんで、もう気持ちでいきました。作戦通りという感じでしょうか。一応はい、作戦通りいったかなと思います。今節3日間改めてご自身で振り返るといかがですか。そうですね、今節ちょっと消極的なレースばっかりで、まあ、自分の持ち味の逃げとかできなかったんでちょっと反省点もあるかなと思います。ただ高橋選手にとってはこの大宮は思い入れのあるバンクでもありますよね。そうですね、A 級特進した時もここだったんで、はい、まあ、気持ち入れて行きました。今年は2節目ということになりますけれども幸先いいんじゃないでしょうか。そうですね、足の状態もすごいいいし、はい、まあ、これからもっと上で戦っていけるように頑張ります。それでは今年の抱負なども含めてぜひファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、今年は G1 決勝で、先輩方の前でしっかり走って優勝できるように頑張ります。また応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。高橋選手おめでとうございました。